こんにちは、アリマリチャンネルのアリサとマリンです。今日は唐揚げとご飯を食べます。みんな手に今日は手で食べます。手で食べる人は手をちゃんと洗ってください。今日は母の日なのでお母さんにありがとうと伝えてください。はい、これはいいことです。はい、はい、じゃあ食べます。じゃあまず紹介します。まずこれは唐揚げとチキンとブロッコリーです。真ん中にあります。でこれは酢です。これはマヨネーズです。なんであるかというとブロッコリーの味をつけるためです。まずこれはサラダです。これもブロッコリーとなんかサラダの大根が入ったサラダです。はい。全部食べられるかな？あとご飯です。はい。じゃあ食べます。手で食べる。うん。はい。オッケー。唐揚げ食べます。いただきます。どう？お味は、うん、おいしい、おいしいですね。おいしい、グッチョグッチョ。おう、ジュースだね。おいしい、おいしいですね。おいしすぎて食べたい。唐揚げ美味しいです。野菜も食べてね、皆さんね。わお、美味しそう。美味しい、うん、ぜひみんなも作ってね。はい、じゃあくまさんいただきます。うん、おお、すごいね。これは体にいいから子供も食べてください、うん、ブロッコリー食べます。最初はちゃんと苦手かなって思うけど頑張って食べれば大丈夫です。はい、マヨネーズつけました。はい、でもね、苦手なの。だけど頑張るよ。お、えらい。ブロッコリーも美味しいです。美味しいですね、うん、美味しい。そんな好きじゃない。じゃあキュウリいただきます。僕は食べます。なんか入ってきますね。絶対みんなは食べますね、うん、ちゃんと水も用意してるよ。水がないとダメね。オクラもマヨネーズをつけました。おいしいですか？うん、マヨネーズで、うん、オクラマヨネーズつけておいしいですよ、うん、これね、オクラの中身ね、納豆みたいにニョゴニョゴしてる。ヤミーヤミー。うん、おいしい。もう一個食べよう。すごい、うん、ママもお腹すいちゃう。うん、ブロッコリー食べていいですか？いただきます。こんな風にできるよ。なんか雪が降った気みたい。うん、ジャミー、ジャミー。さっきゆでたばっか。うん、うん、オクラ美味しいですよ。じゃあね、じゃあね。チャンネル登録と高評価。